もよろしくお願いします。チャンネル拝見してます。あ、すみません、よろしくお願いします。聞いたことあったんですね。あ、よろしくお願いします。まだ上？もう一個上？あ、こちらです。あ、すいません。はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、どうぞ。こっちの頭は気をつけて。あ、はい、大丈夫です。ちっちゃいから。すいません、ありがとうございます。あ、すごいね、3階もあるんだ、ね、知らなかった。すごい、3階席があるとはね。はい、あと天津麻婆豆腐おすすめになってます。あ、天津、はい、よかったら食べてみてください。麻婆いいね。ありがとうございます。見てみて、何の生でしょ、どうせ。どうせ、言い方言い方生。いいよ、飲み物。ゴマが処理苦手なんだよね。紹興酒のハイボールってことかな。じゃあ何ね、分かんない。あんまり紹興酒よく分からへん。なんかこれ好きな人めっちゃ好きじゃん、うん、これ生でいいよじゃん。生、え、うん、生、なんかじゃあ生。あ、じゃあ俺違うのでいくか。え、違う違う、じゃあビールがいつかあるよとか、うん、やっぱ紹興酒行くしかないのかな。いや別に、ドラゴン行ってみるか。いや苦手なら別にじゃあ私いやいいよいいよいいよ。ていうかあんまり飲んだことない。行ってみる。あ、すいません。あ、どうぞ。生ビールとこれドラゴン。はい、分かりました。はい、ドラゴン。あ、すいません、ありがとうございます。ズッキーネ、ズッキー、お疲れです。天津は何でもおすすめなのかしら、うん、そう、麻婆と麻婆豆腐、はい、あとパクチーサラダと、パクチーサラダ、はい、あと、ね、餃子、ジャンボ餃子、餃子でいいですか。はい、イベリコ、はい、あと酢豚、イベリコ酢豚、はい、それでとりあえずお願いします。ありがとうございます。4,000円だべ。そうそうそう、 ありがとうございます。だってこれ全然、なんだったらだってユイチに持たせてもいいじゃん、格好とか。いや、あいついいよ、いいよ、使い方もう始めちゃったけど大丈夫。大丈夫よ。混ぜ方、あいつの色気するぐらい知っちゃったんだけど、うん、高く高くなった、美味しそうな。ねえ、盛っちゃっていい。あ、全部盛っちゃって。で、でも今調べてるけど、多分自分も調べろって言って。あいつもどうかしら、増えるのかな。うちもそれが怖いんだけど。歴代の人全部加賀屋に就職しちゃったから。そうだね。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。違う小籠包行けばいい、ね、そうだね、うん、あの人たちもいないなら、じゃあちょっと俺加賀屋に挨拶しようかな。ちょっと加賀屋のマスターに挨拶しようかな、一人のみでさ。これは爆裂だわ。こうやって、これは爆裂だね。うわ、痛みよりは多分辛くない。あー、そうっすか。ご飯欲しくなっちゃう。飯食いたいよね、これはね。そんな辛くない。全然辛くない。でもあれかな、ずっと食べ続けてると汗だけは出るみたいな。これがハイボール。で、こっちがジンジャー。あ、やっぱりちょっとよろしくない。ジンジャー入ってるから。わかってる。いや、ジンジャーだよ、ジンジャーだよ。やっぱ甘い系か。やっぱ辛いのがいいんだよね。わ、うん、かる。あの、どこだっけ、カナダ。え、なんかこれ辛いのあんじゃん、辛いジンジャーエール噛んで。カナダドライって甘いでしょ。ウィルキンソンだっけ。え、なウィルキンソンは炭酸でしょ、ただの。いや、なんかウィルキンソンで出してるよね、ジンジャーエール。じゃあウィルキンソンじゃない、多分辛いんだったら。いいね、美しいね。美しい、やっぱり美しい。もういいね、イベリコだよ。イベリコでほら、イベリコでやっちゃってるから、イベリコでやっちゃってるからね。あ、もう、あ、いいね、ありがとうございます。
これはこれ何？それも肉だよ。それも肉肉肉。いい肉？いいいいよ。そんなんいらないからいいよ。食ってっつうの。そんなんいらない。そんなもう体の具合考えたらそのくらい食べんじゃないよ。はい。ありがとうございます。もうそれ何？肉じゃないと思うよ。それいや肉だっつうのこれ。嘘。油だよこれ。え、これちょっと危ない。油油。嘘本当？ちょっと今取ってる？取ってるよ。嘘これ肉なの？芋？ちょ芋でしょ。食ってみる。だって、うん、長芋だ。長芋だよ。で長芋だよ。肉の油かなと思ったもん。違うよ。あ、うまい。うまい。すごいねこの山芋シャキシャキだよ。取ったお皿も美しい。美しいよねやっぱりね。美しい美しい。こういう料理作んないとな。これワイン合いそうですよね。そうですね。今食べたらあれこれワインいいねと。なんか中華なんだけど、うんうんうん、すごいワインが合いそうって言ってたよね。そうですね。結構コンセプトとしては割とこうワインにも合う中華みたいなイメージでやってるので、うん、そうですね。なんかワインも結構あるなって、はい。そうですね。系列店が結構いくつかあるんです。そうですね。あ、狼もそうですし、はい、あとはあの他の駅にもちょっといくつかあるんですけど、うち以外は全部あの洋食なんですよ。あ、もうイタリアンとかレストランとか。なるほどなるほど、はい、なるほど。でここだけちょっと中華ベースの、まあ、中華バルみたいな感じでやってるので。なるほど。なんでワインが結構。なるほど、はい、なるほど。千住は、はい、千住はここだけです。ここと、そうですね。あと綾瀬、亀有、金町、陽気、そうです。え、名前は全部違うんですか？名前は綾瀬、亀有が山賊っていう名前でやってるんですけど、はい、あので金町はそこのビストロ狼のまあ2みたいな感じに似てる、っていう感じで、はい、やる。すごいね。そうなんです。なんでちょっとこうまあ創作の中華というか、なるほど、はい、っていう感じでやってます。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。あ、こちらでお願いします。はい、少々お待ちください。どうもありがとうございます。あ、すみません、こちらです。どうもありがとうございます。またお願いします。どうも、ごちそうさまでした。ありがとうございます。どうも、すみません。ごちそうさまです。